同系シリーズ笑う警官、笑う警官は、佐々木譲による日本の警察小説、同系シリーズの第一作、このミステリーがすごい、の2005年版で10位にランクインした。北海道系裏金事件にインスピレーションを得て、書かれた。映画化され、2009年秋に公開された。また、2013年にテレビドラマ化された。マルティンベックシリーズの一作、 笑う警官と同じタイトルであるが、角川春樹にマルティン・ベックのような警察小説を書きませんかと誘われたのが執筆動機で同作へのオマージュそのものと言ってもよいと文庫本の後書きで語っている。もともと単行本館工事のタイトルは歌う警官だった。歌うとは自白することを意味する因語で警察官の場合には内部の不正などを外部に漏らすことを意味するが、 当時から意味がわかりにくいという意見があった。映画化決定の際、出版元の角川春樹事務所から解題を打診され、文庫化に伴い、笑う警官に解題された。札幌のマンションで女性の変死体が発見される。館内の大通所から捜査員が急行すると、被害者は同系本部の婦人警官であると判明する。それから間もなく、現場検証も途中であるのに、 事件が事件だからという理由で捜査は早々に本部へと引き継がれた。そして容疑者は被害者の恋人だったという同僚の机だと断定される。机は覚醒剤の常習者で拳銃を所持している可能性が濃いとして身柄を発見した際に抵抗を受けたら拳銃を使用して良いと通達される。さらにサットの出動。 過去に津久井とを取り捜査で組んだことのある佐伯が津久井に連絡を取ると必死に無実を訴えてきた。過去の経験から名誉とも言うべき存在である津久井を信じ彼の無実を証明するために勇士を集めて極秘裏に捜査を進めることにする。津久井は翌日同系の不祥事について道議会の百条委員会に承認として出席する予定である。射殺許可は それを阻むための口封じとも取れる。期限はわずかに24時間、つくをかくまい続けるには長く、婦人警官殺しの真犯人を見つけるにはあまりにも短すぎる。しかも、有志として集まったメンバーの中に内通者がいるようでもある。佐伯は無事につくを議会へ送り届けることができるのか。2008年9月18日より撮影開始。 同年11月にクランクアップ。公開は2009年11月14日。角川春樹は1997年の時をかける少女以来11年ぶりの監督作となり、動員が150万人を超えなかったら映画をやめると東映側と約束している。しかし実際の興行成績は3億円弱、観客動員数は10万人に満たなかったと言われている。 石岡と浅野の役名と役柄が原作とは逆転している。2010年5月21日発売。発売元は吉本 R&C、販売元は東映、東映ビデオ。2013年7月29日、TBS 系列、月曜、ゴールデンにて、北海道警察笑う警官のタイトルで、テレビドラマ化された。主人公が佐伯から小島に変更され、 津久井との交流があるのも小島であるなど、物語中での立ち位置、役回りも入れ替えられている。ありがとうございます。